ニオンベリーのギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストをお迎えしてお届けいたします。本日のゲストは宮城を拠点に東北全国で活動を展開されているシンガーソングライターの伊藤陽平さんです。こんにちは。はい、ハニベリの番組をお聞きの皆さん、はじめまして、初めてコマラジ来ることができました伊藤陽平です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はじめまして伊藤さん。はじめまして。どうもありがとうございます。ギフトボックス、ようこそコマラジ へ来ました、今日はね、はい、遠くからお越しいただいてるんです。本当です、はい、拠点が宮城ですもんね、陽平さんね。そうですね。で、時々起こる現象なんですけど、やっぱり仙台に住んでいる、いて、その学生時代その、東京に関東にいたとかでもない人だと、やっぱりその狛江市って、どの辺なんだろうっていう、もう位置関係からわからないっていうか、そうですよね。僕今だって23くらいの駅電車に乗って、じゃあ、渋谷に来てとかって言われたら行けますけど、渋谷って地図で言ったらどの辺なんだろうってよく分かってないですもんね。確かにね、それでも東京の人ももしかしたら分かってないかもしれないですが、ぐらい狛江はだからどの辺なんだろうと思いながら、ね、はい、ドキドキしてきました、ね、初めてですか、狛江に降りられたのは。いや、もうおそらく人生 初だと思います、はい、ようこそ。興奮しました、はい、エキサイトしました、はい、狛江には古墳もあるんですよ。そうなんですよ、狛江に古墳っていう番組もあります、この狛良寺。いい響きでした今ね、すごい、狛江に古墳、はい、エキサイトしました、ね、マリ古墳さんという方がね、すごい番組もされてるぐらい、狛江は古墳でも有名なんですが、今回私たち陽平さんをこのスタジオにお招きできましたのは、この間私たちは10月の28日、宮城県でライブをさせていただきまして、その時にもそのライブに関わってくれたしまちゃんのご紹介で陽平さんにお越しいただくことができました、ね、いろんなこうご縁が重なって、そして今日もたまたま、そうそう、陽平さんね、ちょうど東京に寄れるタイミングだったっていうことですね。そうなんですよ、原かな子さんっていう、かな子さん、はい、ピアノを弾かれる、ピアニスト、キーボーディストなんですけれども、その方が、最近懇意にしているというか、いろんな一緒にお仕事、ライブ、ステージをさせてもらったりしてて、そうなんですか。で、今回初めて人生で、人生初のホールライブをやるんだって、いうことで、そりゃ見に行かなきゃね、見に行きたいな、なんとか東京のこう用事重なっていかないかななんて、ちょっと企ててたんですけど、そしたらこの、で、僕はまた後でなんですけど、今週末、東京でも自分の公演が、小さな会場なんですけど、あって、そのお知らせもできるから、これはいいぞと思って、だからしかも今日、今朝は神戸にいらしたっていう、そうですね、はい、すごいタイミングですね。すごいよね、素敵ね、はい、まあ、良き日になりますね。本当です。この間まで、はい、関西公演を2日間やらせてもらったので、 そこの移動の流れも作れたので、はい、それはありがとうございます。いや、こちらがありがとうございます。やっぱりね、スタジオにお越しいただいた方が、そうそう、私たちもお話が、ね、楽しい、弾みますしね、お顔見ながらね、嬉しいです、はい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。教えてくださいね、はい、まずはね、陽平さん、音楽を始められたきっかけからお伺いしたいと思うんですが、音楽はいつ頃スタートされてるんですか。はい、本当にギターを弾いて、弾き語りっていうんですか、そういった方2人組で、まあ、本当にゆずのね、お二人のようなスタイルでやってみようっていうふうに始まったのが21歳とかその頃でした、そうですか、もちろんそれは始めた時は、ギターを弾けるわけでもない、アコースティックギター弾けるわけでもないし、その人の前でなんか歌ってるとか、ライブハウス出てたよとか、そういうことも、全く縁がないような感じだったので、ひょんなとこからっていう感じだったんですけども、はい、始まったのはそういうきっかけです、はい、そこからスタートして、曲作りとかはどんな風に始められたんですか。そうですね、なんかうる覚えですけど、とにかく、歌本っていうのが、そうですよ ね、まずギター始めたらね、そうそうそう、結構熱い感じの、そう、もう分厚いやつで、南こうせつさんのやつ、弾こうとしてみて、いや、全然アルペジオだからまずやめようって、こう飛ばしたりして、
であの次コードがあの F とか B マイナーとかいっぱい出てくると、これもやめようっつって、あのだいたいまずイルカさんにたどり着くような気がするんですけど、あの頃のみんなは、そうですね、イルカさんは結構弾けますね。名残雪のやつは割と初心者に優しいというか、名曲なのにコードは優しい、教則本とかに絶対載ってる、そうなんです、まあ、そんなことしながら、なんかあのやっぱり印象に残ってたのはそのサザンオールスターズさんの、あの曲ってすごく、あの分かりやすいというか、すごく勉強になるんだなって、こういざそういう気持ちで歌ったり弾いたりして見てると、あこういう風にちょっとこう参考にしてったらいいんじゃないかななんて自分なりに思ったのは今の話で思い出しました。で、あそうですか、あのそういうアマチュアというか、ずっともうゆずのお二人の コピーというか、カバー曲を歌ったり、もしくはそういう歌本の曲を歌ってっていう活動をまず始めたんですけど、じゃあちょっと歌作ってみるかなんて、その相方さん、あの友人と言い出して、じゃあどっちが先にできるか競争ねなんて言って作り始めたのはなんか楽しかったですね。そうですか、まあ、サザンの曲って大体 C なんですよね、始まりが桑田さんって。確かにそうなんですよ、あの本当に C で始まってるのにあれだけのいろんなバラエティーのある曲が作れるから桑田さんはすごいんです。ほらよかった、だからやっぱ今日俺ここ来てよかったんだ、その話聞けた時点で知らんかったそれ私たちがねウクレレを始めた時に、やっぱりサザンの曲って、転調しなくても C 始まりで簡単に弾けるんです。そしてなんかこう、あのあサザンの曲、弾けちゃうんだっていうガッツポーズもそこでもらえる、特にあのギターはね、F が難しいじゃないですか。そうですね、ウクレレって F が超簡単なんです。超簡単なんですか。2つなんですよ、指2つ。なるほど、これはいいですね。いいですよ。なのでサザンの曲はね、すぐ歌えるんですよね、だから男性はもうもってこいな感じで、そうでしたか、そうなんだ、すごいよね。まだあのお若い陽平さんでもやっぱりサザンの曲に出会って、そうやって曲も作っていこうっていうきっかけが生まれてるわけなんですね。そうでしたね、なんか作ってみよう、歌ってみようっていうきっかけをもらえたのはゆずのお二人を見たからやってみようだったし、音楽が好きになった一番の僕のきっかけはチャギアンダスカなんですけど、でもその今度じゃあやってってみようの最初の入り口を作ってってくれたのはサザンさんとか、もしくはゆずのお二人のすごい初期の頃の曲もすごくあのシンプルなんだけど、まあいい曲なんですけど、だそういうようなところをこう影響を受けながらやっていきました。路上ライブとかも結構されるようになってきたんですか、その後。そうですね、曲作りをして、どんなところで路上ライブされてたんでしょう。最初は修行だって言って、あの路上、いわゆるこの商店街、アーケードでやるだなんて、ちょっとおこがましいと、恐れ多いと、僕らなんかはもう初心者なんだから、公園でやりましょうと。公園でやって、あの通勤であのお仕事帰りのサラリーマンの方や女性の方が、こう駅に向かって歩いていく公園の中を通過していく場所があったんです、スポットがあったんです、そこで弾いて何気なく歌ってよと、でこうふっと止まってくれたりして、こうなんかお兄ちゃん頑張れよって言ってもらえたりなんかそれで皆さんがまあまあいいんじゃないってこう評価をいただけるようになったら、あの商店街繰り出そうぜっつってで商店街繰り出しまして、でやっていくうちに、まあ、あの少しずつ聴いてくれる方が、あの出てきてきたりして、ライブハウスにも出るようになったりして、まあ、そんなことをしてるうちに、あのその後プロ志向で始めていくんですけど、あのイケメンズっていう、あの、衝撃的な名前が出るんですけども、ユニットを組まれて、ちょっと今、ね、初めて聞いてらっしゃる方、ショックが大きすぎたんじゃないか、大丈夫かなって、あの大丈夫だと思います、大丈夫です、イケメンズ、急に言っちゃったんです、すいません、あのそうイケメンズっていう名前に、の2人は、その2人がでの活動はもうプロ志向なんだんですけども、そこに出会っていく相方と、その路上ライブをしていく中で出会って、やがてその二人でもうこのアマチュアの中ではなくて、やっぱりその夢に向かいたい、チャレンジしたい、それが抑えられないというか、抑えるよりもじゃあ、いろんな覚悟というか、もう20当時僕も3歳ぐらいになってて、まあその早くはない、どっちかというとすごい遅い状態だったと思うので、
そこから今からゼロから浮上しようとしてるので、うん、あの音楽やってきた人の23歳ではないので、はいはいはい、だからそういう意味でも、でも、はい、まず気持ちとしてはもうプロなるぞっていうのを決めて始まったっていうのはそのイケメンズではありました、はい、そうですか。そこに繋がったのがその路上ライブ始めたところのがきっかけになってます。そうなんですね、はい、では今日は2曲ほど陽平さんの曲を、ね、はい、おかけしたいと思うんですが、はい、まず1曲目曲のご紹介をお願いしたいと思います。リフレインという曲をまずかけさせていただきますが、この曲はどんな形で出来上がった曲なんでしょうか。はい、一応伊藤陽平の最新作品、リリース作品になっているんですけども、はい、地元の新聞会社家屋新報さんの家屋新報オンライン、はい、こちらのテーマソングにもしていただいてるんですけど、そうなんですか、はい、まあ、今の話で言うと始まった頃はもう前だけ上だけ見て、でも30、40ってなっていくと、あれこれ何週目だろうって、またここ帰ってきちゃったなみたいなことも出てくるんだなっていうのを40になって感じるようになったんですけど、それでもやっぱり続けていく、進んでいくから、また初めての景色に、初めて狛江に来れるっていうのも僕もあったので、やっぱり進んでいこうぜという、そのような元気を出る曲になってます。はい、はい、ありがとうございます。それではお聴きいただきましょう。伊藤陽平さんでリフレイン。お届けいたしましたのは伊藤陽平さんでリフレインでした。いいです ね、とても元気が出る。ありがとうございます。すごいノリノリの、ノリノリの、いいです ね、 ね、うん、さあメッセージ届いておりますので、はいはい、ご紹介させていただきます。ハニベリのゆりちゃん、かなちゃん、森の都仙台のヒロリンです。こんにちは。こんにちは。いつも、はい、いつも楽しくラジオを聞いてます。スナックハニベリ楽しかったですね笑い。ご来店ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日のゲストは森の都仙台出身の伊藤陽平さん。仙台ではあちこちでお見かけします。地元で愛されるイケメンなアイドル素敵な歌声で癒されたいです。仙台でのライブも楽しみにしています。これからも皆様のますますのご活躍を楽しみにしてますといただきました。ひろりんちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、やっぱり地元でもう陽平さんは有名なんですね。実は今日ね、陽平さんがこのウクレレ時にご出演いただけるっていうのを、うん、私インスタグラムにインフォメーションで出してたんですよ、はい、ありがとうございます。そうしましたら、ナトラジというコミュニティ FM があるじゃないですか、はい、そのナトラジワイドの伊藤藤子さん、はい、藤子さん、はい、藤子さんからご連絡いただいて、うん、私の番組にも陽平さん出てくださったんですよっていうのでご連絡いただきました。繋がってきますね、いろいろと。そう、藤子さんは私クラブハウスで知り合いまして、うんうん、すごく活躍してらっしゃるパーソナリティさん、素敵なお声の持ち主なんですが、やっぱり地元でやっぱり陽平さんはすごいですね。人気がありますね。私たちも今度仙台に行った時には、うん、ねえ、ね、お邪魔したいな、ねね、あ、そうだ陽平さんもラジオやってらっしゃるんですよね。あ、はい、僭越ながら、はいはいはい、やらせてもらってます。TBS ラジオ、 TBC、 あ、はい、TBC、 失礼しました、はい、東北放送ラジオ。そうですね、はい、どんな番組なんですか。はあ、でももう伊藤陽平僕らの歌っていう、番組タイトルなんですけど、自分のまあ景色、目に映る景色をもう等身大に喋っておしゃべりさせてもらっていく、まあ、ライブ活動がもう何より多いもんですから、はい、そういったところをお話しさせてもらう中心にしながら、音楽をもちろん軸にして、はい、はい、まあ、僕らの歌ということで、僕の活動だけではなくて、はい、いろんな出会っていった先の皆さんの好きな曲を聴いたり、うんうん、そういった曲をかけたりとか、はいはい、そんな風に音楽を通して仙台をこう盛り上げ合っていきたいっていうようなところをスタンスにさせてもらっています。いいですね、いいですね、はい、地元に密着したラジオって楽しいですよね、聞いてる方も ね、そうなれるようにと思いつつ、うん、はい、ね、いつ頃からやってらっしゃるんですか番組は。3年4年前ぐらいかな、うん、じゃあ私たちと同じぐらい、はい、そうですね、長くやってらっしゃるんですね。きっかけはその仙台サンプラザっていう会場が、はい、コンサートに使うような、はいはいはい、会場があって、そこでライブをしたいというのはもう僕の生涯の目標夢だったんですけど、はいはい、そこに向かってじゃあ頑張れよと、うん、TBC 東北放送だったり、はい、その地元企業の皆さんなんかも応援してくださって始まったっていうのもきっかけにはあるんですけれども、 そうですか。それを
そのライブをできた後もこうして番組をやらせてもらっていて、はい、それはすごくありがたいこと嬉しいことだし、だからそれに僕もじゃあその続けていける、はい、上以上はどういったことを僕はまた発信していくんだろう、うん、目指していくんだろうってことをしっかり考えていくっていう意味でも、はいはい、成長させてもらえる時間になってます。はい、そうなんですね、うん、聞いてみたいですね、洋平さんのラジオもね、はい、今私たちと洋平さんをつなげてくださった島ちゃんからもメッセージいただいていて、はい、今日の放送とっても楽しみにしてましたって、リフレインいいねっていただいております。ありがとうございます、島ちゃんね。そう、島ちゃんと私は高校の同級生なんですけど、はいはい、うん、実は洋平さんとまたその同級生つながりで、うん、洋平さんのライブの時のパーカッション、うん、私たちの同級生のお嬢さんがやってらっしゃるっていうお話でした。あそうなんですよ。それはまたまた、ね、そうなんだよね。そうですね、はい、そうなんですね。あ、それはびっくりしました、うん、聞いた時ね、私たちもびっくりしましたよ、うん、それを知っててそうなっていったことでは決してなかったので、ね、うん、逆、本当ですよね、逆さ、全部逆から逆からすごいね。なんかこう雲のこう ルーツがこうやっぱり辿っていくとつながってたみたいな、うん、面白いですよ、うん、やっぱりね、糸がね、いろいろ絡むように、うん、本当素敵な。志麻さんとは僕はその学校での活動を、うん、はい、今、はい、それも自分の活動の中にすごく大きくシェアを占めてるんですけども、はいはい、ライブ活動と学校のライブ活動っていうのがすごく、学校でライブをするっていう活動なんですね。そうですね、はい、でそれのきっかけになってってくれたのが、うん、島さんもそういった活動をさ、はい、ハーベストっていうんですけども、活動されていて、はい、まあ、それがきっかけで、まあ、今日のこの場所にもつながってるのかなとは感じますね。学校っていうのは普通に高校とかそういう中学校とか、そうですね、そういうところで、小学校、中学校、高校、もう本当にいろいろ問わずでいつも鍛えてもらってですね。うわ、そうなんですか。最初はだからその、はい、ハーベストの活動を始めさせてもらった時はコテンパンです、はい、もういつもなんかライブ今日ダメだったしゅんみたいな帰り道なのが、学校に行っても必ずその、はあ、今日ダメだった今日の学校ライブってしゅんってしながら、そうだったんですか、打ちのめされる日々だったんです。どういう感じなんですか、やっぱ結局まあ、若い子たち中小学校、うんうん、中学校、はい、まあ、そこの生徒さんの年齢層に合わせた何か曲とかっていうのも、うん、セレクションしていくんですかね。そうです、でも基本的にはもう自分のオリジナルだけ歌って、はいはいはい、だからその話す内容は多少は変化したとして、はいはい、そんなに変えないんですけど、うん、みんながこう別に伊藤洋平に来てほしいって言って僕来ているわけじゃないのでまあまあかなりアウェー感ありますよね、はい、あ、まあ、なんか俺たち受けなきゃいけない授業を、はい、で来たやつ、うん、伊藤洋平っていうらしい、うん、へーみたいな、うん、仙台で、はい、歌ってる、うん、でみたいな厳しいね、なかなか、ね、で、いや、まあ、極端で言えばですけど、はいはい、そういう中で、うん、どうこうしっかりとハートに届けていけるかっていうか、何かを残して爪痕を残していきたいですかね、ちょっとでも。それに気づけた時にこれは、はい、もちろんそれ結果的にはその若い時代、はい、次を担う皆さんのきっかけ、うん、力になれれば嬉しいんですけど、はい、これ自分自身にとってもすごい成長の、うん、機会になるなと思って、うんうん、本当ですね、これはもうトライトライで頑張ろうと思って、まあ、でも、まあ、今時の子やっぱり音楽関係、音楽やってる子たちも多いじゃないですか、でもなんかそういう子たちはやっぱりちょっと目をキラキラさせて見てるんじゃないでしょうかね。なんかそうですね、なんか最近はすごく、うん、その音楽好きかどうか関わらず、はいはい、うん、みんな楽しかったよってこう言ってくれる機会は増えたので、まあ、それはすごく嬉しいなと思うし、嬉しいですね、もう一生懸命やって、この時間で、ね、一緒に過ごしてくれてる時間が無駄にならないようにと、まあ、必ずそうはならない時もあると思うんですけど、ちょっとでも有意義な時間になれるようにと、まあ、それは伝わってると思いますよ。そこだけは大事に持ってやってます、ね、素敵な活動ですね、はい、いやおかげさまです、はい、さあではここで2曲目、はい、かけさせていただきたいと思います。今日ね3曲をかけできるので、はい、2曲目はドアという曲ですね、はい、こちらはいつ頃作られた曲になりますか。この曲は新型ウイルス中に作った曲で、うん、まさにその仙台サンプラザ、はい、やろうとしていた、はい、もう切っていこの 何年何月にやりますって
出してたんですけど、それができなくなっていったりする中で、先ほど その自分のラジオ番組にも応援してもらっているその山一辞書さんというあの会社さんがあって、そこのコマーシャルソングとしても、あの何か元気づけというか、社会世界仙台にあの暮らす皆さんにとにかく元気を届けたいから一緒に CM 作ってくれないかなって言ってもらえて、ぜひやらせてくださいって言って、なんでそのドアっていうのはこの扉を抜けて次のフェーズに行けるように進もうぜっていう、ちょっとね強い気持ちで作った曲になります。すごい、ありがとうございます。ではお聞きください。伊藤洋平さんでドア。お届けいたしましたのは伊藤洋平さんでドアでした。ありがとうございます。ライブバージョンでした ね、ライブバージョンですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。さあ洋平さん、近々ライブがございますね。はい、はい、そのお話をしていただきたいと思います。はい、まずは、はい、東京であるライブのことから教えていただけますか。うん、ありがとうございます。今週の日曜日、12月17日、はい、日曜日なんですけども、渋谷ホームという会場、僕は今回初めて行かせてもらうんですけども、そちらであの今ちょうどまさに先日まで関西にいたっていうのも、その今年の締めくくりでありがとうを各地に伝えに行こうと思ったありがとうツアーってやってて、はい、それの東京公演となります。ですね、お時間が、この辺がねちょっとこらっていうところなんですけど、午後1時ぐらいだったような気が、お昼間のライブですね、はい、そうですか、はい、こちらはチケットはまだお求めいただけるんでしょうか。あ、もうゆとりを持って、はい、ゆとりを持って、ゆとりを持っていきますので、では洋平さんの方に直接ご予約していただけば、はい、よろしいでしょうか。はい、あの、ホームページがありますので、はい、オフィシャルウェブサイトをご覧いただければと思うのと、今回、僕もいろんな形でご一緒していただいているライブメンバー、バンドメンバーから、あのキーボーディストに前場義明さんという方、それからギタリストに羽賀義彦さんという方、その3人、僕と3人でちょっと男臭く熱苦しくですね、行きたいなと思ってますので、羽賀、あのヨティ君って言うんですけど、ヨティ君はエレキギターで、で義明さんは、まあ、ピアノ音色のキーボードだったりっていう形になると思うんですけど、面白い空間になると思うのでぜひ、来ていただきたいです。はい、ありがとうございます。はい、そして来年2024年ですが、1月28日にこちらは仙台ピットでライブですね。はい、はい、こちらの詳細を教えていただけますでしょうか。あのタイトルがですね、伊藤洋平仙台ミュージックライブ2023響けハーモニーサポーテッドバイ山一辞書クレア工業、オフィシャルサポーター児玉ネッツトヨタ仙台のというコンサートになります。はい、素晴らしい、すごい主催、あの公演がたくさんついてるんですね。ちゃんと言えた、よかった。よかった、よかった。小玉はあの小玉さんですか。あ、どら焼きの、どら焼きの、はい、そうですか。はい、そうなんです。すごい、小玉のどら焼きも美味しいですからね。はい、牛皮が入って、美味しいものたくさんあって、今回そうなんです、たくさんいただきました。私も嬉しいです。で今回、まあ、年に一度、先ほど少しお話に出てた仙台サンプラザのライブができて、その後翌年は仙台電力ホールでやらせてもらって、そういった意味ではあの年に一度自分のその年のシーズンの集大成のような、あのライブショーを作っていって、自分の夢だけではなくて自分の目標で、今まではそこをやるぞが勝っていたところは少なからずあったと思うんですけど、それだけではなく年に一度集大成として皆さんにお届けする、皆さんと楽しむ、それが仙台のみんな、そして仙台を見てくれる全国の皆さん、今日も狛ラジオを聞いてくださっている皆さんと一緒に、あ、今年もあれ行こうよみたいに言ってもらえるような、そのこう一つの印というか、あのアイコンのような存在を目指して、頑張っていきたいなっていうところを改めてここ、半年ぐらいの中で、自分の中で打ち立てることもできて、作り出し上げたライブになります。いいですよね、なんかそういう、なんか毎年じゃあ伊藤さんのライブに仙台行こうっていうのが、こう毎年私たちもこう恒例になっていくと、いいですね、楽しみが増えると思います、ね、嬉しいです、ね、そのツアータイトルにもなっております、曲を お聞きいただきたいと思います、はい、伊藤洋平さんでありがとう。
月28日の、はい、はいはい、仙台ピットなんですが、はい、ちょっと私たちも実はなんか いけるかもなんていけるんじゃないっていう話をしておりまして、なんとこれはですね、JR の東日本コマーシャルになっちゃうんですが、はい、JR 東日本から大人の休日クラブパスというのが出ておりまして、はい、これはですね、JR と東日本全線4日間乗り放題のチケットが15,270円で出るんです。これただ期間限定なんですけれども、来年の1月18日から1月30日の連続する4日間または5日間、これ5日間の乗り放題も出るんですけれども、はい、こちらの日にちに該当するお日にちで往復していただければ 15,270円で何度でも乗り放題、やっ、この日程に今回のライブのお日にちが当たっているということを先ほど拝見し、ね、気がつきまして、そうなんです、はい、いけそうだなって思っています、はい、そして今かかっております ね, りますね。じゃあお聞きいただきましょう、はい、伊藤洋平さんでありがとう。さあここでメッセージ紹介させていただきます、はい、お願いします。ラジオネームみゃんさんからいただきました、初めて拝聴させていただきました。本日は伊藤洋平さんをゲストに呼んでいただきありがとうございました。まさかのドアがライブバージョンでびっくりしました笑い、はい、今度お二人と一緒にライブができたらいいですね。そうですね、そうです ね, ねそうですね、そんなことも夢は膨らむ、ね、私たちの、ねね、いくつでも増やしていいですよね夢は本当です ね, ね, ね、私たちが宮城に行けばいいですもんね、はい、楽しみが増えますね、はい、さあ洋平さん、これからの活動について伺っていきたいと思います、はいはい、うん、まず一番はその1月28日の、はい、ピットでのライブに向かって、うん、まあ、響けハーモニーですか、はいはい、ここからどんどん仕込みを、ね、していかなきゃいけないという意味では、まだ材料はですね、はい、買ってきて袋に入ったまま、そうそうそうこっから今回どういう風にしようかということでどんどん仕込んでいっての、はい、この12月1月と頑張っていきたいなとは、それはまず目の前としてはあります、はい、そういう時間も楽しいですよね、楽しいですね、どうこれ買ってきたけどどう変化しようかな、はいはい、うん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 、はい、だ少し自分の中でその一皮むけれたような感覚がちょっとあるので、その今回のコンセプトに掲げた部分からあるので、そういった意味でもちょっと今までと味付けが変わったステージを作れたらいいなって、自分にもちょっと期待とか応援をしながら、皆様、はい、頑張りたいなと思います。一味違うんですってよ、ね、楽しみ頑張りますいや本当楽しみですね。私たちも早く洋平さんのライブ見てみたいなと思います。本当に嬉しいです、はい、ね、ぜひよかったらお越しください。ありがとうございます、ね、はいね、はい、そうですね、はい、今日はお忙しい中狛江までお越しいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。本日のギフトボックスのゲストはシンガーソングライターの伊藤洋平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。